皆さん、お久しぶりです。六本木 3K のようです。長らく欠場しておりましたが、復帰の準備ができました。4月4日両国で復帰します。復帰宣言が出ました。その舞台は4月の4日両国国技館。前チャンピオンとして IWGP ジュニアタッグへの挑戦を表明します。ここで挑戦表明です。自身の怪我によって王座を変換していました。生まれ変わった3K に期待してください。ベルト迎えに行ってきます。いろいろ言いたいことはあるんだけど、とにかく膝はもう大丈夫なんで、ただ一個だけ、俺自身が翔くんと 3K としてどこまでできるか、どこまで戦えるか、それを確かめたい、確認したい。今言えるのはそれだけです。